マーカー戦は非常に順調ですね。おっと。死にまくってるコナー編。あかん。ハンクは友情を確保しているからな。いけるのでは。あとはコナーが死ななければ。いいだろう、おそらく。なんだ。微笑を叩いているよ、ハンクが。不可解な表情ですね。おはよう。相変わらず不死身ってわけか。ああ、そういえば死にましたね。まあ、そういえば前回死にましたね。戻ってこなければいいと思ってたんだがな。あれ、なんか服違くない？私は他の機械の代わりに過ぎないんですよ、警部補。感情的にならないでください。失せろ。あら。ゲー下がった。そっか。クリス。昨夜クリス巡査が変異体に襲われたそうですね。クリス・ミラーなのかな。ちょっと他に見るものあるかな。遠いから反応できてない、反応しないとかそういうことはないよな、多分。でもついてた。マーカスが間に入って助けてくれたらしい。え、マーカス？あ、え、クリスって、え、あの人？クリス巡査がそこにいたのか。撃っちゃったのかな、クリスが。まだショック状態だが、そう。少なくとも生きてる。よかった。よかったな。あのなんだっけ、もう一人いるあの腐れゲド、腐れ失礼野郎だったら撃ってもよかったけど人を見て撃つ撃たないを決めるな。なんだっけ、あの名前忘れた。ギャビンだっけ、そんな感じの名前。ああ、 いたクロエ、クロエちゃん。私はデトロイト市警のアンダーソン警部補。できればイライジャカムスキー氏と話がしたい。なんかお入りください。え、なんか辺境の地に引きこもってるって話聞いたけど、カムスキー君は。いや、カムスキー、ボーナスのところで見てたらカムスキーの。イライジャに知らせてきます。こちらでお待ちください。あれ、こんな声でしたっけ、君。クロエじゃないの、この人。うわー、かっこいいイケメン。いや、ちょっと待って、カムスキーなんかやだな。なんか玄関にこんなもん置く。ハンクについていった。アンドロイドを待つ。ちょ、ハムスキー見るわ。三角キーがついてる。分析。イライジャ・カムスキー、サイバーライフ創業者。辞職、シリウムと生態部品技術の考案者。へぇ。次はどこに行こうかな。まあ、ソファーはいいだろう。そこだな。お、甘っ。なんだっけ、アマンダだっけ、なんだっけ、あの人じゃん。アマンダだ。アマンダスターン。人工知能学教授。なんだ。死亡？歯が？え？なんで？死んでるけど。え？お母ちゃん？生年月日的には。別品だな。マジでアンドロイドだったのでは？分析したい。RT600 型。チューリングテストに初めて合格したモデルです。RT600 型。んなことは聞いてない。ただ別品だって言っただけだろう。まあ、これは後で見ておきましょう。豪邸だな。うん。アンドロイドで得しているやつもいるってことか。そうです。あ、なるほど。みんな仕事をね。あ、もう座っちゃった。楽しみ。カムスキーは21世紀を代表する偉大な天才です。善人なんだろうか。お会いするのが楽しみです、ね。でもマーカスを作った。俺もできることなら想像しカールに渡ったいもんだ、ね、贈呈したということは、うん。文句の一つや二つ言ってやりて。この事件のこう黒幕がカムスキーな感じはするけどな。なんか、いけすかない感じがするけど、あの、また読むにしちゃった。もう待ってた方がいいかな。調べるとこあんのかな、他に。あ、R1。L1。あ、来た。ちょっと待って。ちょ、今見てたんだけど。ちょ、まだ見たいんですけど。ちょ、いろいろ見たいんで。ちょ、いないし。ハンクももういないし。カムスキーから情報を聞き出す。クロエちゃん。カムスキーさん。
あら？あれ？悪いな、すぐに行くよ。あ、そこにいんの？何やってんの、カムスキーさん。泳いでる、泳いでる。すぐに行くよじゃなくて。何やってんすか？早く上がってください。お客が来たんだから。フラフラしてるけど、こっちは。すぐ来ねえじゃねえか。よし、いろいろ調べるぞ、その間に。なんじゃこの絵は。おい、すぐに行くようじゃねえじゃねえか。どういうこと？カムスキー？俺も行った方がいい？俺も入った方がいい？そういうことではなく。上がってる上がってる。おお、なんじゃこいつ。落ち着き払ってくる。あれ、同じ人ばっかり。なんか話してるけど。へえ。この人が天才か。アンダーソン警部補です。こいつはコーナー。知ってるかな、コーナーのこと。それで警部補、ご用件。変異体の捜査をしてるとこで、あなたはサイバーライフを退職されてますが、何か情報を聞けるんじゃないかと。はあ。逃がし組んだんじゃないのか。変異体か。じゃないよ。なんだ。実に素晴らしい。お。無限の知能を持つ完璧な存在。お。今や意志まで手に入れた。なんか人類滅亡を企んでそう。人間よりも遥かに優れている。争いは避けられない。お。人間の偉大な発明が人間を破滅させることになるとは、ね。なんか怖い人だな。皮肉なものだ。え。何お前。助けを乞いたくない。変異体。変異体のプログラムは人の感情を模倣しているようです。あなたならその原因がわかるかと思って。容疑者だよお前は。いわば伝染病のように広まるウイルス。ならば自由への欲求も伝染病と言えるか。哲学を語ってる暇はない。あんたが作った機械が革命を起こそうとしてるんだ。せや。何も教えてもらえないならこれで帰る。君はどうなんだコナー。お。どちらの味方なんだ。え。率直に。中立。中立でいいのでは。どちらでもありません。私は与えられた指示通りに変異体を止めるだけです。それはプログラムされた返答だろ。おお。だが君は。やばい、変異しそう、怖い。何を望んでいるのかな。攻撃的に。戸惑い、ごまかす。戸惑うか。おお。私の望みは重要ではありません。クロエ。あ、クロエちゃん。チューリングテストは知っているだろう。チューリングテスト。形式上のものだ。アルゴリズムと計算能力の問題に過ぎないんだよ。やばい、イチャイチャしそう。私は機械が感情を持てるかどうかに興味がある。カムスキーテストといってね、単純なテスト。お前の名前やんけ。素晴らしいだろ。サイバーライフが開発した。なんかやばいことしそうで怖い。この人殴ったりしそう、傷したりしそう。美しさと怖さを持つ。気持ち悪。枯れることを知らぬ花だ。その正体は人間を模したプラスチック。さすがにそんなことしないか。ちょっと俺が頭おかしかったみたいですね。え、何？生き物か。ああ、やばい、ほらほら変なことしようとする。おいおいおい、ダメやで。その答えを導けるかどうかは君次第だコナー。え、どうして、なんで俺が。この子を破壊すれば知っていることを教えよう。生かしてもいい。はあ、命があると思うならな。だがその場合は答えを得られずに帰ることになる。はあ、いや、帰った方が良さそうだな。コナ、ほら行くぞ。どうもお邪魔しましたね。どちらが重要かな。捜査か、それともこのアンドロイドの命か。はあ。君は何者だ。なんかこいつの思い通りにしたくないな。機械なのか。
き物なのか。もういいでしょ、コナ、帰るぞ。引き金を引けば。コナ、やめろ。知りたいことを教えてやる。撃つわけねえだろ、バカ野郎。素晴らしい。人間を救うサイバーライフの最後の切り札。そっちの方を期待してたと思う、この人。まさか変異体だったとはな。あれ変異体だったの俺。私は変異体ではありません。任務達成よりも機械の命を選んだんだよ。そうだ、このアンドロイドに命を見出したんだろう。確かに今までは同情したんだ。機械の命を、そうだな、尊重するって任務よりも確かにちょっとおかしいのかもしれない。アンドロイド決断を迫られるだろう。仲間を裏切るのか、それとも創造主に歯向かうのか教えてくれんで。さあどうする、君はどちらの悪を選ぶのかな。ほら帰るぞ。やばい、悪影響が、ハンクがコナーに悪影響があるから早く帰ろうみたいな感じになってる。ああ、それと私はプログラムに非常口を残すんだよ。プログラムに非常口、念のためにね。は、それが今のアンドロイドにもあるということかい。今のはなんか重要なヒントだったのかな。撃つなっつったよ。彼女の目を見たら撃てなくなった、それだけです。あ、コナーが感情的だ。何でもするって言ってたよな。何でもするって言ったよな。お前は逃したんだぞ。どうすべきかは分かっていましたが、撃てなかったんです。ご希望に添えずすみません。いや、ハンクもそれを望んでたわけじゃないぞ。コナ、誤解するな。あれでよかったのかもな。いいぞ優しいぞハンクが。ハンクも心の余裕ができてきたんじゃないか、コナーが動揺するから。逆に、へえ、ハンクに正しい決断をしたと言われた。う、でもこれ撃った方がなんかすごい発展がありそう。クロエを、いやでもクロエはさ、オープニングに出てくるしさ、殺す気にならんよな普通は。コナーが点滴で死んだそっから入ってきた。死んでない場合はちょっと違うスタートだったのかね。ほえ。なんかロックが解除されてないな。やっぱりなんか見るものがあったんだろうな。L1 で見たかったけど時間切れになったようだったし。さ、次は、河原編かな。なんか、氷を越えると、あれ違う、マーカスやん。河原は、またお前かよ。あ、私だ。見てる暇ありそうだな、今回は、さすがに。暴動。アンドロイドの暴動。デトロイトを破壊した暴走機械。え？破壊？そんな破壊したっけ？へえ、他の国も頑張ってんだね。大国は。橋まで歩く。一人の時間を楽しむ。え、どうした？急にマーカス。もう飽きた。革命は。お、そっか、お前、そういえば弾けたな。教養あるロボだった、そういえば。初めからインプットされていたのかな。あ、前弾いた曲だ。なんか謎めいた曲みたいなのを選んだやつだ。やめることもできるか。どうしたんだマーカスは。ここに来て一人の時間を楽しんでいる。え、じゃあもう行っちゃった。他にもいろいろできたのに。できたっぽかったノース。あなたここにいたんだ。あんまりジョッシュよりもノースと一人の時間、考え事、日の光、一人の時間。一人になりたかったんだ。人間っぽい。ここが好きで、よく来るのよ。あ、そうなの？君も。世界に自分しかいない気分。
あ、そうなん。未だに町の至るところから仲間が集まってくるわ。うん。みんなジェリコに自由を求めて変わろうとしている。すごい服だな。さっきから上の空ね。左肩露出してないと壊れちゃう。君はみんな俺に従い、疑問も持たずついてくれ。ロック解除したやつ先にやりたい。確かに力を持つのはいい気分だ。うん。だけど同時に理性を失ってはいけないぞ。ニュースは夕べの話題で持ちきりみたい。人間は怯えている。内戦の勃発にね。うん。あの後たくさんの仲間が処刑された。うん。人間が私たちに自由を与えるはずがないわ。宿命。今さら後戻り。わからん。何を終わらせなきゃならないんだ。その選択肢を選んだらどうなるかわからん。あなた自分のことはあまり話さないのね。ここに来る前は何をしていたの？絵描いてたりしてた。真実、誠実に、真実で行こう。老人の世話をしていたんだよ。父親みたいな人だ。人間と俺たちが共存できると教えてくれた。うん。どうすんのか聞くぞ、ここで。自分はよし、聞いたことなかった。何をしていたんだ。前は怒ったのに。話す気はないわ。煽る。いいよ、じゃあ言わなくて。別に言わんじ。自分で後で言ってくれよ。え、何？煽る。ここに来て煽るないわ。信頼にしとこう。一緒に戦っているんだ。信頼するにはお互いのことを知らない。あ、結局聞きたいんだ。順番違うような気がする。私はあの頃。あ、やった。人間を満足させるためのただの人形だった。奴らの快楽のためのね。やはり何か夜の営みも対応みたいな。ある日いつものようにレンタルされて、突然もう耐えられないって思った私は男の首を絞めて逃げたのよ。どっかで聞いた話だ。ほら満足した？まあだろうなと思ったけど、それだから接続する。接続せざるを得ない。おう、なんか恋人に見えてきたな、急に。アンドロイド同士だからそういうのはないと思っていたけど。今メモリーが見えた。恋人？カールの急に。あなたは死んだものとして。俺が言った。俺が言った通りになったか。エデンクラブ。あ、エデンクラブかい。まるでそこにいるみたいに男の死が見えた。ノース。ノース。接続してしまった。アンドロイドも恋はできるんだよ。ノースもな、なんか辛い過去があったからこそのああいう性格なんだろうな。人間許せないみたいな。あれ？お前サイモン？違う？違う人？え？サイモンっぽくね？でもさ、この前助けた人の中にもこの姿の人いたからよくわからん。ダークサイモンかもしれん。人間側の手先になったかもしれん。え？サイモンだよね。帰ってきたのか、サイモン。すごいな。あの状況下で、あの最上階からどうやって生き延びてきたの？え？なんか知らんけど、サイモンが帰ってきた。胸に穴開いてたけど。自殺行為。おい？皆殺しにされる。マーカス、お願いだから考え直して。わかってないな。ん？人間たちに訴えるんだよ。この場所が歴史に残るんだぞ。女子死にそうで怖えわ。
自由のためならリスクを犯してでもやるべきこと。ジョッシュ死にそうで怖えわ。マーカス、お願いやめて。サイモンはなんか一回ピンチになったけど生き残ったから死ななそう。いや、理解させるな。こうする以外にない。どうすんだ。変異させる。ここで仲間を増やす。更新に加わったアンドロイド。アンドロイドを探すぞ。よし。では前に進む。仲間が増えれば説得力も増すはず。あそこにいるぞ。あいつだな。説得力を増すのだ。はい、変異。自由だ。自由やで。お前。この人 WG100。そんなわけないだろ。何がそんなわけないだか知らん。さあ起きて。さあ起きて。レボスケさん。さあどんどん。一緒に行こう。すごいな。他の仲間いらなくないか。サイバーライフが情報を集めてるっていう話。監視社会じゃよ、ここまで来たら。さあ、マーカスが構えていると。お、走れるようになった。何基準で走れるようになるのかわからん。君！さあ、起きて。起きて。レボスケさん。さあ、他にはいるかな。交通を妨害する方法を見つける。なんじゃって？君たちもお願いする。変異したまえ。もう誰にも従わなくていい。怖っ。自由のよくパーキングにいる人 AP700。 てかここにもいた。君は自由。君は自由だ。ポンポン叩いていく。どこに行くつもりだ。アンドロイドは言うこと聞かないぞ。おう、そっか、そらそうだよね。アンドロイドと一緒に歩いてる人たちいるよね。君頼む、道を封鎖して。あ、なるほどね。封鎖してくれ。君ジョンじゃないか。ジョン顔してるぞ。この前、あの、貨物センターで盗みを働いた時の、おいジョーンって呼ばれてた人じゃないの。マンホールの蓋を開ける。マンホールの蓋とは？マンホールは反対側にある。ラジャ。ラッチャ。もう行くぞ。他はもういいか。ここ開けるぞ。えい。結局マーカスは毎回、何をやろうとしてるのか。プレイヤーに伝えてくれないせいで。いまいち何を。おちょ！そこから現れた。なんで急に。あ、ジェリコに通じてるのか、マンホールが。どうも。さあ、どんどんアンドロイドを入れていくよ。さらにアンドロイドを変異させるよ。お、変異させるよ。いい。遠距離でできんの？さあ起きるんだ。え？強くない？触んないとできないんじゃなかったの？強すぎる、マーカスが。マジか。君も？おいおいおい、結局それができるのかよ。それはできないんだろうと思ってたのに。更新だ。更新するぞ。とっとっと。他にいる？あとはどこにいるんだ？お、いるぞ。行け！行け！どんどん、どんどんアンドロイドを増やしていくんだ。おお、すごい！遠隔でできるようになったらもう何でもできるような気が。どうもー。あ、ちょっと、変な方向に行ってる俺。私だ。どうも。私です。さあ、更新だ。そして落ち着いてるな、随分。こんな落ち着いてていいんか。L2。スクリーン。ハッキング。L1。おー。俺がこの前決めたマークが、このマークでいいのか。あ、っていうかなんか手をグッて上にやってるマークにすればよかったな。なんか、俺が描いた絵もそれだったじゃん。そういえば。考えてなかった。溜めなくていいじゃん、全然。押すだけでいいじゃん。長押しじゃねえんだ。
おお、あんまり動かしたくないけど、いいのかな。はい、アンドロイドが、近くにいるアンドロイドが、おい、そんな言い方するな。バツ、おい、おい、解散しろ。大変なことになってる。今すぐに解散するんだ。解散しません。うわ、すごいことになってる。前進する。これは前進するんだ。撃つんじゃない。撃ったら大変なことになるぞ、この野郎。何なんだ。おい、ちょっとちょ、どこへ行く。マーカス、前を見ろ、ちゃんと。アンドロイドが山ほど集まってて、アンドロイドに自由を。更新して、我々も生命だ。知らないですよ。解放しろ。これ同じようなこと言ってるけど大丈夫か。トレゼは終わりだ。違うこと言っていこう。我々も生命だ。同じこと言ってるような気がする。なんか違うんか、これ。自由だ。自由。アンドロイドに自由を。あ、やばい、いっぱい来た。やめてください。やめてね、撃たないでね、頼むよ。人間のことを信頼してるから非暴力でやってるんだぞ、こっちは。ほら、攻撃すんな。君たちもあれだぞ、ハッキングしちゃうぞ。どうですか、教えさせてください。これはあくまでも平和的なデモだ。人間よ、我々は生きている。そうだ、平和的だぞ。我々の望みは自由に生きること。これは違法な集会だ。え、今すぐに解散しなければ発砲するぞ。争いなど申し込みしてないから、申告してないから。でもあなた方を傷つけるつもりもない。そうだ。だが自由を手にするまでここを動くつもりもない。おお、居座る。繰り返す、これは違法な集会に当たる。そっちにはアンドロイドいないのか。今すぐに解散しなければ躊躇なく発砲するぞ。あかん、マーカス、殺されるわ。どうしよう。攻撃の準備、こっちの方数は多いんだし。攻撃しちゃダメなんだってば。戦争になる、危険じゃないって証明しないと。たとえ全員死ぬことになっても動いちゃダメだ。そうだ、死んだって解決にはならない、マーカス。え、手遅れになる前に逃げるんだ。逃げるべきか、これ。ああ、全員殺される感じになっちゃうかも。どうしよう。解散しなければお前たち全員を撃ち殺す。誰かなんかしてくれ。動かない。ああ、やばい。でも死ぬの嫌だ。でも動かない。決して引き下がらない。そうだ。ここから絶対に。ここで死んでもしょうがないんだ。そういう。死んだとしてもここで動かないぞ。解散しろ。いいか、これが最後のチャンスだ。奴らに訴えるんだ。何があっても動くんじゃないぞ。そうだ。ジョッシュは正しいぞ。お願い、マーカス。戦わずに殺されるなんてそんなの嫌よ。アンドロイドだからこそできる抗議だと思うけど、いやー、これ。動くつもりはない。そうだ。断固として動く。あー、やばい。ゲー、もう死者が出てるのがやべえ。わー、でもゼロンはこれで動く。何してるの、殺される。動いてほしい。犠牲になる、犠牲になる、犠牲になる、犠牲になろう。あー、マーカス死んじゃうかも。あー、やべえ、マーカス死亡。逃げた方が良かったかな。マーカス死んじゃう。ジョン、ジョン、お前ジョンかよ。ジョン、連れて行く、連れて行く。ジョン、ジョン、かわいそう。来るわ。あ、え、生きるの。ジョン、ありがとう、ジョン。なんか知らんけど急に出てきた、ジョン。っていうか、よく顔で判断できたの。同じ方がいっぱいあったのに。え、大丈夫、マーカス死んでない。
これ以降マーカス出ないみたい。ああ、ジョンが自分を犠牲にしマーカスを救った。ああ、ジョンが仲間になってなかったらこれ死んでるぞ。マジか。これマーカス死亡あったな、全然。多分、これ。ジョン仲間になってなかったら死んでたんだ、きっと。よかった。めっちゃいい笑顔だったもんな、あの時。